どうもケイジです。さあ今年もやってまいりました、カモさんの J レプリカパック販売でございます。ありがとうございます。去年に引き続きですね、今年も2パック買わせていただきました。6着のユニフォームをこれから開封させていただくという形になっております。前回ね、動画をご覧になられてない方に説明しますと、 J レプリカパックというものをね、カモスポーツさんが販売しておりまして、今年でいうと2021年度前年度の、J リーグのねチームのユニフォームがいずれかが3着入っているパックがなんと1万3000円ぐらいという形になっております。前回はね、なんか税込みで1万1000円ぐらいだった気がするんですけども、なんかね2000円ぐらい高くなってるかなというような感じですけれども、まあ、気にせずにね2パック買ってきましたので、今回も開けていきたいと思います。前回はね、なんと6着中2着がジュビロ磐田のユニフォームということでね、僕としてはかなりの当たりの福袋だったんですけれども、さあ今回はどのチームのユニフォームが入っているでしょうか。それでは開封していきたいと思います。こちらですね。さあ前回はね、なんか袋に入ってたんですよね。それが今回は段ボールで届いております。さあ開けていきたいと思います。さあどんな状況、お、ちょっと待って、今回はそういうことか。段ボール開けたらもう入ってるというような状況ですね。じゃあ見ないようにしていきましょうか。これはなんだ、注意書きですね。これ1着か、これ1着目こちら。お、なんと来ました、コンサドーレ札幌さんのユニフォームです。ありがとうございます。元値が 13,700円ということで、これ自体でも元取っちゃってますか。札幌さんのユニフォームゲットしました。ありがとうございます。さあそして2着目、はい、清水エスパルス来てしまいました。エスパルスのユニフォームこちらですね。いやエスパルスのユニフォームねかっこいいんだけど、ちょっと僕あれなので、ね、水色の人なのであれなんですけども、エスパルスのユニフォームが出ました。これにやっていきましょう。さあそして3つ目こちら、お、これは、お、出ました、はい、セレッソ大阪さんのアウェイユニフォーム、ありがとうございます。いいじゃん、かっこいいよねこのユニフォームはね。しかもアウェイで白いということでね、こう着やすいユニフォームなんじゃないでしょうか。ワンポイントで入っているプーマのピンクも可愛いという形になっております。ありがとうございます。2パック目ですね。さあ2パック目の1本目、こちら、ま、来ました、コンサドーレ札幌さんユニフォームです。ありがとうございます。まさか僕が2着も札幌さんのユニフォームをもらえる日が来ると思っておりませんでしたが、どんかぶりでございます。ありがとうございます。さあそして2パック目の2着目、こちら、こちら来てしまった清水エスパルス、アウェイユニフォームです。こんなことがあっていいのか、清水エスパルスが2着、札幌が2着、どういうことなんだ。うわあ、まあいいユニフォームなんですけども、これだけは来てはいけないだろう、俺の元に。さあラストですね、ラスト頼みますよ、ここは頼む、ゲストさんじゃないことを祈る。さあこちらです、ドン、お、来ました、ガンバ大阪、これゴールキーパーユニフォームですかね。ありがとうございます。いいじゃん、黄色いユニフォームって持ってなかった気がするんで、これはすごくいいですね。よかった、被らなくて、マジでそこだな。さあということで今回も開けてまいりました、 J レプリカパックの方なんですけども、結果はガンバ大阪ゴールキーパーユニフォームが1着、セレッソ大阪アウェイユニフォームということでね、こちらで大阪ダービーが開幕されているという形になっております。そしてコンサドーレ札幌さんのユニフォームがかぶりで2着という形になっております。そして最後清水エスパルスが2着という形になっております。前回とは打って変わって現実の厳しさをね教えてくれるカモさんのこの J レプリカパック、非常に面白かったであります。まあね、絶対に自分で買わないユニフォームばかり出たんで、まあある程度満足はしていると思っております。人生はそんなに上手くないということもね痛感いたしました、はい、というわけでこの J レプリカパック3着1万3000円ぐらいという形になっております。まだまだね在庫もありそうでありましょうね、気になった方ぜひともカモさんのインターネットのショップで買っていただければよろしいんじゃないでしょうか。たまにこういうことも起きます、はい、こういうことも起きます。
これね、うちのチャンネル清水サポーターの方もいらっしゃると思うんでね、視聴者プレゼントも考えていきたいと思っております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。来年はこんなことないようにまたリベンジしたいと思います。お疲れ様でした。